はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。で、なんかいろんなね、構築根気使おうと思ってたんですけど、まあ、言うてね、やっぱこの使い慣れてる、受けログのね、形の受けループがいいので、まあ、ちょっとしばらくはこれ使いながらなんか、これが多いなとか、これちょ、受けないから、受け入れないから受けなきゃなとかね、考えながらやっていこうと思うんですけど、相手のこれには無限ないなと、万行絶対に投げなきゃいけないかな。で、ラスト多分ガブ見るための、まあ、無道かヌオあたりが欲しいんだけど、どっちがいいかなぁ。バンギのバーンとかまで考えると、割とヌオがいい感じもあるけど、自信にヌオ投げて、ドラグン打たれて、あーちょっときついな。いや、ただ剣舞だったらヌオ引き、いいんだよなぁ。まあ、ダイナで処理すればいいから、ヌオでいいか。バドレックスとかを投げられる放題なのがきついから、どっちかっていうとヌオで処理を効かせたいかな。で、初手黒バドレックス一点読みでバンギから入ってるんですけど、まあ、イカ様でガブ引きとかには結構負荷かけれるから、それでいいかな。来たね。でもバドレックスはね、黒と白、どっちも本当にきつい、マジで。黒が特にきついかな。まあ、イベルタルがいたりすると全然話変わってくるけど、無限ダイナで採用してる以上、やっぱここがきついってのはちょっと宿命みたいなとこあるね。で、引きを一点読みして強い技をしていきたくて、まあ、裏に通るのも、ってか対面で通るのも、どっちも兼ねてるからイカ様でいいんだけど、ステルスロックがね、技スペあれば、ここ巻きたいんだけど、ないから、アーシフー、どっち？水の方、これめっちゃ削れるね。イカ様と砂が入るから。ああ。思ったより入んなかったね。で、まあ、ウラオスに対しては多分トンボ返りから展開してくると思うけど、さすがにバンギ死ぬと黒バドがやばいから。てかこれトンボ返りなんだよ。これトンボ返りしてくるポケモンだもん、こいつ。わかっちゃいるけど、まあ、引かなきゃいけないっていうね。なかなか難しい。いやーもうわかってる。トンボ返り。絶対トンボ返りだもん、ここ。突っ込みたいに決まってるじゃん。ただ、トンボ返りってね、読んで突っ込んでもね、引き先を相手決めれるからね。リスクにリターンがあんま見合わないといえば見合わないんだよね。で、まあ、バドレックスが出てくるでしょ。ここ、草技読みで無限ダイナ突っ込んだ。そうだったら、そう、トンボ返りに無限ダイナ投げて、ダイナで突っ込んだ方が多分まだマシなんだよね。じゃあ、まあ、草技がおそらく飛んでくるところだけど。いやー、一回マジフレ入れてから引けるだけで全然違うんだけどなー。まあ、ギガドレとかでも相手打ちたいよね。その辺の技を。バンギが見え見えなわけだから。こう突っ込んでいいか？いや、ダイナ死んだらさすがにまずいよな。引くか。ねえ、こそ突っ込みたいポイントだった。マジで。スーパー突っ込んで、なんか技入れたいとこあったけど、あー、それは何？なんかまずくない？これ。もしかしてだけど。あー、これね、どうしよっかな。いや、相手ダイマックスも切れるな。ここ本当は釣りに行きたかったけど、次。あー、まあまあ、釣りたかったねー。いや、また砂で削ってゲームならいいかな、割と。イカ様が全然入んないけど。鬼人、宿みがっぽい気するけどな、バドレックス。いや、でもわかんないな。砂と言ったんだよね。だから、ここダイナ引きは、まあ、絶対良くて。もう、ここはトンボ返りがなぁ。なんかさっきトンボ返り打ってるからさ、僕がここトンボ返り読みで突っ込み読みでなんか一回、水流連打とかインファとか打ってくれ。頼むから。打て。まあ、トンボ返りなんだけど。まあ、トンボ返りなんだけど。おぉ、来た、でかい。じっくり待ってよかったわ。これは全然いい。
で、ここでダイマックスを打てば、クロバドレックス結構削れるから。ああ、言うてマジフレ打ちたいかな。バンギ引きが成立して。いやー、削り優先な気がするけどな。削り優先でいくか。あと結構いろんなのの後出しを許さない感じはある気がするけど、ダイマックス法の方が。まあ、毒があるとね、クロバドレックスはいつか死んでくれるから、それで全然いいんだけど、ただ、バンギーが削れる方が早いから、まあ、毒あっても焼け石に水みたいな感じも、なきにしもあらず。とりあえずこれで一発削れるから、次、マジフレダイマックスを追って打てれば、いけるね。宿みがっぽい気すんだけどな、ちょっとだけ。オッケー、いいダメージ削れる。では次、マジ、ダイマックス砲で、普通にやれるわ。バンギ引きで砂ダメ稼ぎたくて。なんか、宿り木とかさ、ギガドレとかある、その回復してくるクロバドレックスがほんときついよな。宿り木、宿みがが一番鬱陶しいか、言うて。どれ、そう、これもそう。これもそう、めっちゃ入る。まあ、バンギ硬いから、頑張れるんだけど。ただ砂入るでしょ。で、バンギラスがもう回復しないポケモンだから、焼けちゃったのがね、苦しいけど。ここ釣るか。いやー、ダイマ切ってくるかなー。まあ、積んなくていい気がするけどな。てか、ウロス、いやー、水流連打にさすがに身代わりは残んないから、ダメージ量的に。それもきついな。この辺でなんか相手突っ込みたくない？あー、オッケーオッケーオッケー。釣ってきそうな雰囲気あったもん。これいけるっしょ。焼けて半分とはいえ。あー。オッケーオッケーオッケー。いけた。な、結構こういう感じでクロバドレックスは、気合と、なんか相手があと、今のとこ、ウラオスに引いてるんだったら、無限大に引くみたいなね、そういう、魂の立ち回りを通すしかないっていう感じだったんですけど。ラストガブか。イカ様で剣舞は咎めれるけど、まあ、裏布いるから、バンギ捨てていいね、これは。で、ウラオスと無限大なが対面したらダイマックスを打って相手全滅するから、まあ、それで勝ちなんじゃないかな。こういう感じで結構ね、バンギがイカ様入ってんのがめっちゃ便利だったね。普通にその、役割対象のクロバドレックスと打ち合うようにもなるし、あとそのこういう、ランドロスとかガブリアスみたいな、後出しに負担かけれる上に、剣舞を咎めれるっていう、剣舞。これでまあ焼けてるのが無視したダメージ分ぐらいが入って、まあ、布を見せないし、まだワンチャンを託すなら、そこだよね、相手は。イカ様、めっちゃ入ったね。これ、スケールショット打ってきそうだけど、まあ、スケールショット打たれなかったら、無限大な投げてダイマックスで勝ちだから、アースとか打ってくるんかな。スケールショット打ってきた。ちなみに2発だと耐えるね。オッケー。もらったわ。このバンギとさ、ガブリアスの打ち合いめっちゃかっこいいよな。どっちも600とかでさ、めちゃくちゃその、強そうなポケモンじゃん、見た目が。オッケー。MVP だね、マジこのバンギラスが。最強。マジで、A 全然振ってないのにね、イカ様でね、ダメージが、相手の A をパクってさ、ダメージが出せるってマジイカ様だよな、やってることな。強えけど。まあ、足踏にはもうバンギ捨てて、ウーラオスで詰めて、無限大で詰めて、勝ちですね。ふぅ。まあ、降参でしょう。うい。じゃもう一戦。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていきます。これ、バンギラスむっちゃ刺さってるよ。バタフリーはね、マジでバンギラスでしばき倒せるから、バンギムドウの選出が多分確定かな。バンギだとランドロスめっちゃ重くて。ってなると、まあ、ラス
とイベルタル考えると、まあ無限ダイナを投げとくのが丸いんじゃないかな。この選出以外多分ないと思う。おそらく初手ラグラージから入ってきてそうだけど。うわー、バトフリカ来た。気負った、こいつ。え、でもこれだったらね、その、運ゲー外役、クソ、ポケモンには、見られ刺さるからね。引くなら引くで、ダイナが2回殴れるようになるから、それはめっちゃ良くて、あ、引かないなら身代わり残るから、こっち有利なんだけど。オッケー。ここ引きに通る技をしたいな、引きに通る技をしたいな。いや、あのさ、バタフリごときの火力だったら多分マジフリ一回通ると身代わり残るんだよな。まあ、防風は外しはないね、バタフリだから。ないんだけど、これで身代わり残せると、こういうなんか、害悪にね、弱いんだけど、受けループは。こういうの、なんかその痒いところに手が届くみたいなね、性能がある無限ダイナは。これ S 上がったけど、まあまあ、いいか、これなら。ダイマックスオートマジカルフレーム、抜群で威力変わんないから結局。どっち打っても倒せてたわけじゃないし。まあこれだったらダイマックスをまだ隠せてるから、この方がいいかな。超前で耐久上げてるとはいえ、さすがにこの HP 落ちるし。で、HC 元に戻っ、いやまあさすがに防風はちょっと割れるか。無視。一致だよね、無視飛行だから。まあしょうがないかな。なんか毒ないんだったら、いやーでもメタモン引きは普通に PB 足んなくて向こうは成立しないから。バッチーバッチー、でもこれ身代わり残るよ、そしたら。それなら全然いいんだけど。S と D が1段階ずつ上がって、D 上がってんのうっとしいなー。いやーまあでもそれはまだいいわ、全然。誰に引くか結構重要だけど。ランドロスも S1 段階しか上がってなくて、こっちダイマックスで、まあ、咎めれるから。いいんじゃないかな。イベル。多分、超マイバトンでイベルタル出てくるの面白いな、これ。だ言うてね、マジカルフレーム入るから。し、結局、1段階ダウンみたいなことになって、まあ、ダイマックスで押していけるんじゃないか。上から次動けるしな。物理型考えると、さすがにここダイマックス砲かな。削って、手さえ置けば、万儀は最悪死んでも、ヒトムはダイナでいけるから、ダイマックスそうだね。イベルを少しでも、スカーフ、あ、違う、S が速かってるからだわ。あ、これ鬱陶しいけど、特殊型だって分かったのはでかくて、ひるむかひるまないかだな。たま。ねえ、これひるまないなら次もさ、ダイマックスそうで突っ込みたいんだけど、いや、ダイヤさすがに痛いか。それ考えると引かなきゃダメかな。まあまあ削れた。ダイナヒットポイント保ててるし、バンギ引いていいと思うけどな。引くか。ここ多分アックハ打ちたいでしょ。さすがに。ダイナ突っ込まれて出た時に、気合玉打ってるとさすがにまずいから、多分アックハへ突っ込むと思うんだけど、バンギ一点読みしてもあんまいいことないでしょ。デスウィング、回復兼ねたいってことか。これはあんま入んないし、なおかつ、玉ダメと砂ダメで多分マイナスなんだよね。で、スウィング悪派で気合い玉あるかな。それによるな。ただ、超前は1回しかないから、こう流せちゃえば、このイベルタルは次無限ダイナでダイマックスで処理効くから、気合い玉打ってくるのだけケアしたい。でも何引くかな。引き先いるんだったら引くから1回守るか。いるね、引き先が。ランドロスかな。ああ、はいはいはい。これはまだこっち無動引きでダイマックスも残ってるし、超余裕あるから、あんま困ってなくて。いや、これ引くんだったらイカ様打ちたかったけど、さすがに、そこまでね、読みの神には、なれないため。まあ、無動引きで、いいんじゃない？トンボ返り打ったれってバタフリー出てきて、バンギ投げてロックブラ打って、で、超マイバトン先がランドロス。いや、それは A 上がんないから関係ない。イベルでもう一回バトンしてきたら、それがきついけど。いや、ただここね、
ランドロスの圧力考えると引かざるを得ないんだよな。オッケー、引きが通ったね。これだったら多分バタフリーアイヘで取れるから、アイヘ打ってった方がいいんだよな。鉄壁とか押すより。ワンチャンこのランドロスがあとスカーフの話がある。でこっからダイマックス切ってもそれは切り返しにならないから、オッケー、バタフリーくんじゃね。これ多分アイヘで取れるから、砂もあるし、まあ余裕あるっしょ。オッケーだね。で、あとはイベルタルを、無限ダイナとバンギラスの2体がかりで、無理やり処理すればいけるから、無動はまだ残した方がいいね。さすがに。砂ランタン。一旦か。まあ、バンギ引くしかないけど。次が問題だな。ただ、無動はさすがに残さないと、全滅がある。気合玉がある。あ、これだったら、無限ダイナで詰めれるね。耐える。まあ、ダイジェット打ってきたら倒されるけど、ああ、それまずい。それまずいなぁ。ジェット打たせたくないな。これダイマ切るか？いや、これダイマ切んの。いや、変わんないわ。切っていいと思うけど。気合玉で死ぬ分には構わないでしょ。ジェット打たせないのが一番大事だから。ジェットさえ打たせなければ。無限ダイナで多分詰めれるでしょ。で、ランドロスの、地震は多分無限ダイナ一発耐えるんだよね。剣舞とかされてない状態なら絶対。だから、ダイマックスをダイマックスで落ちるから。あとこのイベルが不意打ちがあるかないかなんだけど、気合玉があるイベルタルはさすがに不意打ちまでの技スペはないから、いけると思うけど。これ耐えない？あ、さすがに耐えないか。回復、あ、じゃあこれ急所じゃなかったら多分耐えてたくない。結構回復、ねえ、これおかしい、おかしい、おかしい、おかしい。ちょ、耐えてたでしょ。ダメゲーしていい？さすがに耐えてたよ。バンギラス、だって、ねえ、HD 振り切ってんだからさ、耐えるだろ、いくらなんでも。臆病で弾でしょ。砂がなくて、デスイング32から39なんだけど。ねえ、絶対耐えてたじゃん。80あったんだから。おかしいよ。これ落ちて、さすがに。それ、急所で倒すなら落ちて。ダイマックスしても変わんないから、ダメージは。さすがにおかしい、おかしい、おかしい。ダイジェットでもちなみに耐えてたよ、多分さっきのは。まあ、救助で死んだから変わんない話なんだけど。ダイジェット以外なら打たせてもよかったからさ。それを防ぐためにダイマしたのにさ。ちょっと倒して。お願い。倒して、お願い。殺せ。いけ。しばけ。ふっ。ああ、ちょっと届かなくて。ただ、無動とラスト11になれば、これ耐えろ。オッケー。しかも、アークから来たなら、さすがにそれは無理あるでしょ。玉舐め絡めて多分いけるんで、オッケー。ここダイマックスを連打でいいね。無動残れば、イベルタルに負けないから、それで勝ちだと思うんだけど。なんかね、イベルタルはね、無限大対面、ジェットから入んないとさすがに対面勝てないんだよね。ねえ、これスカーフを考慮しないといけないから、でもスカーフだったら多分だいぶ、いや、一発じゃ落ちないんだよな、さすがに。ただどっちも上取れてるから、無動で流し、釣られ、いや、でも釣られても頑丈でしょ？だから、赤でひるまない限りいけるから、いけるわ、多分。どんぐらい入る？硬くね？絶対スカーフじゃないと思うんだけど。もっと入るぞ、普通。ダメ系するけど。こまめに試合中はね、マジでダメ系を、するべきで、それで相手の型とかをちょこちょこ確認しながら絶対やった方がいい、ね。ダイマックスが、これ多分 H ね、ちょっと振ってるんだよね。いや、振ってないかもしんないわ。テイランスだったら、振ってない話があって。どうしよう。
無動で。でもラスト絶対無動で詰めれるんだよな、プレスで。スカーフじゃないと思うけど。ああ、オッケー。ぶねえ。まあ、GG ってことね。お疲れ様でした。